はい、皆さんこんにちは。私 YouTuber もふりこです。ちょっとアレルギーがひどくて、今回も、室内からとなっております。今回はロック編です。そしてですね、ブルームの方でも言ったんですが、ネイルもできてません。ちょっとお見苦しい点あるかと思います。申し訳ありません。というわけで、2019年9月、ラクシーですね、いつものようにサクサク参りたいと思います。はい、ではいきますよ。まずは、ナイトトリートメントマスク30枚、1200円のこれが現品です。でこれがですね、天然潤い成分で肌を密封し、お休み前の集中ケアとありました。で、ここマリーアントワネットやな。で裏の説明してるのはこれロザリーやったわ。そんなこれね、面白かったよ。ここ作ってるのは山椒修行やね。で発売元がバンダイクレアボーテ、要はバンダイやな。でこのバンダイクレアボーテ言うと、ホームページの方とか見たら分かるんやけど、セーラームーンとかカードキャプターサクラとかベルバラとか、要はそのキャラとコラボしたアイテム作ってんねん。まあバンダイやからな。せやから子供みたいなアイテムもそれたくさんある。で成分的には、ここ成分的には悪くないけど、コスメ的にはちょっと大人が買うのはないかなみたいな。でもこれよう儲かってる思います。何せこれベルバラやからね、アラフィフのベルバラ世代は買ってしまうやろと思います。で最後にバンダイの株持ってる私としては、ラクシーに今回これ入ってきたのは非常に興味深かったです。ちょっとほーと思ってしまいました。はい、そして次がこれ、エティーモのブライトモイスチャーローション 150ml、 2000円のこれが現品ですね。でこれがですね、シルクアミノ酸をたっぷり含む水分が硬くなった肌を柔らかくし、しなやかに整えるとありました。でまあどんな化粧水かちょっと出してみましょうか。出しますわ。よいしょ。わかるかな、なんかすごいとろっとした化粧水で、ちょっと使ってみたんやけど、口コミにもあったけど匂いが何や微妙やった。でもこれ成分的には悪くない。ここ見たけどそんな変なもんも入ってない。ただ個人的にはちょっとこの加水分解フィブロインっていうのが気になったけど、まあプレ化粧水とかいろんな感じでこれ使えると思います。まあリーズナブルな化粧水っていう感じかな。はい、そして次がこれ、これが癒しの湯バスソルト 50g ユーズ200円の現品です。もうこれ見た目がすごく可愛いな思いました。でまあ見た目はすごい可愛いんやけど、中身の方は言うたらただの塩化ナトリウムにシリカと氷を入れただけの、そういうアイテム。でもまあ可愛いから許せるかなみたいな。でも高すぎるなぁとは思いました。はい、そして最後が、デジャブのラスティンファインクリームペンシルピュアブラウン1200円のこれが現品ですね。もうこれ何があれて、このバカでかいプラ容器、このプラが今大問題になってることやな。もうちょっと器具やったら配慮してほしいな思います。もうなんていうの、典型的なこのでかい方が消費者が得やと思って購入すると誤解してるタイプのやつ。でも中身は、すいませんね、うちの鳥うるさくて。でも、中身の方はこんな感じで、スタイリッシュでクールええ感じ。中身はええのにな。でまあ私ちょっとアイライナーは使えないのでアイブロウとして使ってみたんですが、なかなかこれええ感じでした。なのでね、アイブロウとして使ってもええかなとは思います。とまあ、今月も
こんな感じの4アイテムでした。なかなか微妙な感じもあるし、私も今年いっぱいで楽しはやめようかなとか考えてます。では皆さん、また来月お会いしましょう。うるさいよパピー。